国民政府が台湾へ移り、中国大陸各省からの移民が台湾に中国大陸各地の料理をもたらしました。辛みの効いた煮込み牛肉麺は台湾の人々の味覚の領域を広げました。この他に手作りの手延べ麺の食感が楽しめる牛肉手延べ麺もあります。台湾は牛肉麺の競技場のようです。